やべ、これ、くっつけられてる。おいしょー、おいしょー、きたー。動くなよ。よし、どう。めちゃくちゃ漏れるカメラの位置見つけたかもしれん。はい、こんにちは、グリードです。というわけで今回もウォーハンマー 40K スペースマリーン2をプレイしていきたいと思います。前回ね、このゲームについて説明してチュートリアルミッション1までクリアしたかな。今まさに全世界で一番売れてるゲームですよね。 Steam のランキングもトップで、ムキムキゴリゴリの超人兵士たちが、エイリアンをぶっ倒すっていう、まあコープゲーなんですよね。もう本当に海外だと派遣ゲームになってます。3人協力プレイのね、コープモードがメインのゲームではあるんですけど、一応ね、PVP ですね、もうあります、対人モード。本当におまけ程度なんですけど、何やらね、結構評判いいので、今回ちょっとプレイしてみようかなと思います。PVP の対人モードに関しては、全6キャラかな?はい、それぞれ武器とスキルが違いますと。マルチプレイヤーに関しては、このね、メニュー画面の、この、こっちがね、キャンペーンモード。コープモード。この永遠の戦争っていうのが一応この PVP モードなんだけどね。なんかこう隅っこに追いやられてて、専用のメニュー画面とかないんですよね。はい。クイックマッチ。検索中。これがね、マッチング鬼早いんですよ。コープモードがメインのゲームではあるんだけど、めちゃくちゃ早いですね。PVP も。さあやっていこうか。キャラクターは近接キャラだね、これ。ハンマーとハンドガンがあります。で、ジェットパックのブーストと、あと、ジャンプができるんだけど、どうすこーいからの、ジャンプ、うおーデリアー、すいませんでしたー、おーと思うじゃん、まだ終わらんよあれ今の当たったでしょ。これが面白い。これが一番面白いっす。いいよー。あ、フラグ当たったっぽい、今ので。レッツゴー。じゃーん。もらった!ナイス!もう一回ジャンプ?よー!デリアー!最高!もうね、ここ数日、これが気持ちよくて、これしかやってないからね、僕ね。いやー、いいっすね。そこ下いるやん。当てたかな?ナイス!いいね!ダブルハンマー。登れなくなっちゃった。あ、待って、降りてきた。ああ、棚ぼた。センキュー。で、ちょっと味方と合流しよう。まあ、本当にカバーアクションのないギアーズ・オブ・ウォーって感じなんだけど、いや、本当にね、結構体力柔らかいからね、ソロでとつっちゃダメっすね、本当に。このね、キャラクターの重厚感ね、本当に、こう、殴ってるぞっていうこの重い感じがね、すごくいい。どう?どこだ、もう一人。敵はどこだ?フラグ。フラグ入れて。ナイス。やれるぞ、やれるぞ。ああ、またシールド来ちゃった。これは厳しい。これはね、相手の方が硬いから。でも味方が裏取ってくれてるから。このまま、行こうか。このまま行こう。ちょっとハンドガンばっかになっちゃってるな。ちょっと外したけど、ため攻撃ね。ちょっと外したけどね。大丈夫、大丈夫。ここは、あ、これ味方とチームショットね。大事よ。味方の後を継ぎたい。でもあれ、距離取ってるから、オーマイガー、誰ですか、あなた。来るね、来るね。よーし!よーし!最高!いや、ほんとね、おまけモードの、ボリュームじゃないんだよね。当たったね。よし、1枚からのこれジャンプで、危ない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 。おお、勝った、マジで。え、あ、50対49だ。ああ、いいっすね。チーレスで15キロはだいぶいいっすよ。えい、今回はじゃあちょっとアサルトの方も使っていきましょうか。あ、本当にこういう風にアサルトライフルとグレネード、あとハンドガンで戦っていくんだけど、一応ね、この通常キャラもチェーンソードが使えますね。おっと、ほいー。で、これで敵センサー出して敵の位置割り出して、あ、今ヘッドショットで倒せたんだ。
やっぱね、結構ね、意外と柔らかいんだよね。やばいやばい、痛い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 、助けて。大丈夫。容易に突っ込めないな、敵も一緒のはず。こういう感じで。ナイス。いける、いける、いける、いける。おい、やっぱいけるな。結構食えるぞ、普通に。まあ、初心者の方はね、とりあえず、このアサルトキャラからやるのが一番いいと思います。まあ、僕のチャンネルで、このゲームを買って、PVP やる人が。いるかわかんないけど。はい。だん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 。だん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 。チームショット大事よ。結構ね、よくできてるなっていうふうに思ったのは、このね、まあ、スキルがさ、もう画面の中央下にあるじゃないですか。まあ、あれこれ、ウルトかなって思うんだけど、ウルトってわけじゃないんだよね。もうリスポーンした時点で使えるんだよ、もう。最初から。で、その最初から使える分、なんだろう、こう、強力すぎないというか、もう試合中に何回も使えるから、そこはね、ほんと楽しいね。フラグ。ポイン！敵の位置割り出して。お、グレム当たってるから、ダブルキルしてる。ただ、ちょっと体力がないかな。で、タンクキャラ、ヒーラー、アサルトタイプ、近接キャラ、いろいろいるけど、ほんとね、割と真面目に、そのキャラクターによる役割分担はちょっとちゃんとした方がいい。これが意外と。いいえ、チェーンソードだぜ。ちゃんと e スポーツ的なルールでやったらもうかなりね、競技性あるんじゃないかな。まあルール自体がもう、ね、ルールとか見た目自体がちょっと悩んでしゃぶらせい。本当にシステム面はもうそもそも e スポーツとしてもね、歴史があるギアーズ・オブ・ウォーに非常に近いので、ギアーズではあるから、うん、まあそりゃそうやろって感じではあるかもしれない。いや普通にアサルトも面白いな。オッケー、フラグ当たった。オッケーオッケー。やっぱりこう格闘キャラはマジで柔らかいね。おーし、なんだ今の。うっちゃ。なんかモーションが違ったな。あ、こっち来てくれてる。ゴロンゴロンゴロン。一応、コールオブデューティーみたいに、そのレベリングがあって、まあ、レベル上げていくと武器とか、ね、いろいろ手に入ってくるから、スキンも含め。まあ、やり込み要素は一応ある。まあ、でもその、コープゲーに比べたら、まあ、もちろんボリューム的には少ないかもしれないけどね。裏いない？大丈夫？オッケー。うぅ、グレダブルキル。まあ、欲を言えば、その、キルした時のなんかエフェクト音欲しいな。ちょっとやっぱこの辺爽快感にね、関わってくるからね。OK。いいぞ。なんとか耐えてる。中立状態にはしてるね。ナイス味方。いいシールド。いいよ。これ一個前上がろうぜ。うまい。おー、ハンマーか、上から降ってきたの、今。やりゃやべ、これくっつけられてる。おいしょー、おいしょー、きたダブルキル。まだ終わらんよ。あ、さ、無理、さすがに無理だな、これ。お前か。おいしょー。いや、ハンマー強え。やっぱりハンマーだ。次のエリアここじゃないけど、残念。もうでも行き止まりだったね。よし、もうこのままみんなで前突っ切って次行くぞ。ナイス。やるしかねえ、やるしかねえ。おいしょー、やった、危ねえ。逃げなくてよかった。これは逃げた方がいい。いける、まだいける、まだ参る、まだ参る。いいぞ、スナイパー気づいてないな、これ。おお、いいよいいよいいよ。殴ってやる。おいしょ、おいしょ、おいしょ。20キルだ。このゲームで20キルはやばい。まだ終わらんよ。ツダン、まだいるね。ほら、当たってないか。
今回プレイした PVP はね、このゲームにおいては本当おまけなんですよね。メインはあくまでコープモードで、で、今後アップデートでどんどんコープミッションも増えていくんだけど、その PVP はまあね、あくまでこう、特にランクとかもないし、まあなんか、やりたい人だけやってね、みたいなスタンスではあるんだけどね。まあそれでもね、ここ最近遊んだ、いわゆる新作の FPS やら何やらの中で一番楽しんでるかもしれないです。よし、ナイス、シールド。よし、もうね、力んじゃうよね。逃がさないよ、ドリアー。ナイス、こっち来てる。ジャンプドーン。うわー、もうみっちみちむさいむさいよ、ここ。でもこの男と男のぶつかり合い、これこそ戦いよ。ドーン。どうだ、ダメージ入ったけど格殺まではいかないか。まあ、TPS なんでね、こういう風に角で待ちつつ、これは大ダメージのはず。いや、ナイス。ドーン。よし、勝ったかな。ナイス。はい、というわけで今回は、ウォーハンマー 40K スペースマリン2の PVP モードを遊んでいきましたけども、まあ、このゲームフルプライス9800円、$70.9800円ね。まあ、今後どうでしょう、ゲーパスに入る可能性はあるのかな。まあ、前作は入ってるんですけどね、もしかしたら、まあ、いつかゲーパスに入る時が来るかもしれません。まあ、僕がね、ギアーズとか好きだったからかもしれないけど、このゲームめちゃくちゃ面白かったです。PVP もめちゃめちゃ面白かったです。はい。よかったら高評価ぜひよろしくお願いします。こんな感じでちょっと新作のね、FPS だったりいろんな対人ゲーを上げていくと思うので、今後、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。